感染が再び広がる中、事業者のガイドライン遵守の徹底とステッカーの掲示を義務化する改正条例が今日から施行されます。東京都は4月に緊急事態宣言が出されたことを受け、東京都新型コロナウイルス感染症対策条例を制定しました。しかし今月に入り再び感染が広がっていることを受けて、この条例を改正し、事業者にガイドラインを遵守した上で感染防止徹底宣言ステッカーを店頭に貼ることを義務化しました。都民事業者の責務として定める、ということで、より強く都民事業者の皆様方にこの条例に基づいた形で、皆様へのご協力をさらに求めていきたいと考えております。小池知事は都民にもこのステッカーが貼ってある店を選ぶよう強く呼びかけています。